きます。続いては実験カッパの小太郎とふにゃっしーの登場です。おはようございます。なんかエコー。おはようございます。なんかいい感じにエコーが効いてる。おはようございます。ね、みんな今日も元気ね。ふにゃっしーと実験カッパの小太郎です。カンペカンペ用意してあります。こちらの白い子はふなっしーの可愛い飼い猫のふにゃっしーです。猫だからふにゃっしーです。ふにゃふにゃしてるからふにゃっしーではありません。猫だからふにゃっしーです。耳と尻尾があります。尻尾尻尾。そしてね、何よりも可愛いって言われるのが大好きです。そうですか。あ、私じゃないのね。いや、可愛いね、みんな可愛いね。今日はですね、ふにゃはとってもね友達が多いので、みんな応援に来てくれました。ムジナモンとムジナキッズの皆さんも登場してください。今日はねみんなでね、パフォーマンスをしたいと思いますね。みんな目立つところに立つのよ。さあ頑張って。そして羽生といえばムジナモン、そしてさっきまで、なんかやってくれてたカラワン君とジャーボーも再び登場です。ふうふう。さあ私もちょっと後ろの方に行こうかな。じゃあ早速行ってみましょうか。ふにゃっしーの大ヒット曲、なんだっけ。はい、そうですね。ではふにゃっとマーチ行ってみましょう。スペシャルバージョンでお届けしました。ムジナキッズの皆さん、
そしてムジダモン、ありがとう。じゃあキッズの皆さんはここまでですね。ありがとう、気をつけてね。ちゃんとしっかり覚えててくれたし、カラワン君はまだよ残んなさいね。素敵なステージでございました、そしてここからは今度は十間カッパの小太郎。はい、小太郎は墨田区はスカイツリーの膝元に流れている十間川という川にですね、こそこそとこそこそなんかしながら住んでおりましてですね、絵を描いたりとか歌を歌ったりとか、最近はですねインド映画にハマっておりまして、もう私も今日覚えてきましたよ。でも今はやらない今日はね1時15分から、グルメステージの方で私たちまた、ズレフェスをね、あのステージジャックでやりたいと思いますので、ぜひグルメブースの方に遊びに来てください。そして今日はですね、その私たちが、一緒に作った歌をみんなで歌いたいと思います。今日はねみんなパーフェクトに、振り付けを覚えてきてくれたそうなので、じゃあちょっとあのここからは私を囲んでもらっていい？そう、何？私の振り付けが見えなくなるって甘いわ。大丈夫よ、ぐるっと囲んでね。ここからはシリコ玉今日が始まりますから、皆さんも振り付け覚えてたら一緒に踊ってください。簡単な振り付けがあります。え、カッパカッパ、左右上上、カッパカッパカッパカッ パ, カッパ、もう覚えたわね。全員でじゃあ今日は踊りましょう。寒いから温まりますよ。では行ってみましょう。愛のしりこ玉。ねえあなたのしりこ玉を私だけに見せてほしい。一生の
ありがとう。今日は1時15分からズレフェスグルメステージの方でまたお会いしましょう。お手伝いいただいたのはシャボー、ムチナモン、カラワンくん、完璧ね、ふにゃしー、そしてあの辺でカッパグリーンちゃんもね完璧に踊ってくれてました。ありがとう。でみんなこれからも私たちをよろしくお願いします。そして名乗り忘れました、私ズレ山ズレ子と申します。演歌歌手をやっております。皆様も、これからもねズレフェスと、あと私が単体でやってるズレ子の方もたまには遊びに来てくださいね。それではみんなまたね。はい、ありがとうございました。はい、カロー君もすごいね、参加の仕方だって。はい、ありがとうございました。これは更新しながらって書いていくのね。そしてあの5歳児のジャーボーがズレ山さんのね踊りを踊るというね。5歳の子にはやらせないでください。でもとっても上手にねジャーボーも踊れました。ズレ山ズレ子さんのステージグルメの方はちょっと猛烈なのになりそうなので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。さあここでですね、